衆議院がまもなく解散されます。選挙は来月10日公示、22日投開票という日程で行われ、各党による選挙戦が事実上スタートします。中継です。あと5分ほどであちらの部屋から紫のふくさに包まれた解散の詔書がこちらの通路を通って衆院議長の応接室へと運ばれます。今朝の閣議ではすべての閣僚が閣議書に署名し、衆議院の解散が決定しました。正午から始まる本会議で大島議長が解散詔書を読み上げて衆議院が解散されます。私たちの責任は政策を訴え結果を出していくことです。正々堂々と政策を訴えていきたいと思います。安倍総理大臣は国難突破解散と銘打って緊迫する北朝鮮情勢への対応や少子化対策のため消費税の使い道を変更することについて国民に信を問う考えです。自民公明両党で過半数を維持することが目標で、割り込んだ場合には辞任すると表明しています。与党内では小池代表率いる希望の党と民進党が合流を目指すなど野党再編の動きが加速していることに対し厳しい戦いになると危機感が広がっています。与党としては新党は当選したい人の寄せ集めで政策も一致していないと指摘し、政権担当能力をアピールしたい考えです。ただ小池代表はメディアで注目を集める手法に長けているとして、与党側も見せ場をどう作っていくか考えなければいけないと頭を悩ませています。